立ち読み番長青影続きよ。立ち読みは愛でつながる文化である。何もかもがシステム化した中では心が置き去りになるばかり。小さな書店には本を愛する店主がいる。最も本に近い人、彼らの話を聞かずして本が語れるのか。そこをもつないでしまうのが青影のお役目でございます。ですね、はい、今日男性女性33、うん、33で、まあ、女性の話を今日いろいろと伺ってまして、まあ、やっぱ女性同士の関係ってなかなか難しいんだろうなっていうことを感じながら、今日はですねこんな本をしました。おじゃじゃん、女子の人間関係。おなんであの人はこんななの、私の感情をかき乱さないでっていうのでこう悩まれてる女性がたくさんいるっていうので書かれた本なんですけど、女子が女子に対してどういう人間関係を構築していくと楽に生きられるかっていうふうに書かれているお指南書でございます。あ、ねまあ、タイプ別の何かがあるの？ですね、その友達とか知り合いとか仕事とか そのシチュエーションごとに起きるさまざまな女性同士での、こうすれ違いのような人間関係とか、羨ましいなとか、うん、なんであの人はこうなのとかっていうものをそのシーンシーンにおいて、はい、そんなに気にしないでいいよとか、うんうんうん、その自分の心をどう落ち着かせましょうというハウツー本です。男子が読んでみてどうだったの？とっても複雑な社会ですね女性はっていうふうにを本当っていう状態で僕は読みました。でもね、女性の部下とかを持たれてる方なんかはやっぱり読んだ方がいいですよね。いいと思います。その何ですか、同じチームの中で女性は知るじゃないでしょ、女性同士でしょ。あ、まあ、女性でもいいと思います。でこう女性同士がこう、あ、なんかやってるぞっていうのをこう客観的に男性が知って、こういうものをこ うまく活用してるっていうのも、はいはいはい、すごくいいような本でした。分かった。はい、あの女性って大変だなっていうことをよく知って分かりました。へー、はい、面白い。いやアパレル時代僕だってすごい悩みましたもん。女性ばっかりだもんね。そうそう、だからそこの関係性が問題っていうかなるんでね。へー、面白い。はい、まあぜひこの整理整頓女子の人間関係、整理整頓って失礼なことだけど、これ女性が書かれてるんですけどね。はい、でもう一つ、まあ、例えばこういうふうな、はい、まあ、ルールってわけでもないですけど、いろんな交わし方ってあるよね、うんうん、じゃあ今度世界に広げた時に、うん、まあ、例えばスポーツ、この間までやったらワールドカップとか、うん、今ちょうどやってる F1 とかで考えてみると、はいはい、まあ、日本人じゃないヨーロッパとか海外の人たちがルールを作ってるんですけど、うん、なんか毎年毎年ルールって変わってますね。変わってる。柔道とか変わるよ。はい、ジャンプとか、はい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 、日本が活躍した後とかね、勝てないようにするんだよね、はい、それをそういう、それをまとめた本がある。ああなぜ欧米人は平気でルールを変えるのか。あ、負けそうになるからじゃないか。そういうことなんです。本当要はルールって守るべきものとして日本人捉えてますけども、はい、海外の人たち、まあ、欧米人の方は、うん、そのルールっていう枠組みをどう変えていくことで自分たち有利になるか。え、ずるくない？全然逆の発想を持ってるんです。うっそ、いいの、はい、それで。それがルールなんです、彼らにとって。日本人はそれに従ってどう勝つかっていう勝負してますけど、真面目よね。真面目ですよ ね、はい、枠組みをどう作るかっていうことでルールを作る人とルールをどう守るかっていうところで、うん、全然実は違う仕組みを持ってますよっていうのをこう解説されてる方が、なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか、結構目から鱗でした。あ、これ面白いかも、はい、でもさ、そしてさ、日本人はどんどん違う力を備えていって強いよね。そうなんです。偉いよね。結局その一つ一つの枠の中で活躍する工夫をしていくので、まあ、変えられれば変えられるほどどうせアジャストしていけるだろうっていうメンタリティーを持っているので。そうですね、長い目で見ると実は日本人強くなるもんね、はい、だんだんそれでほら体も大きくなってきて子供たち大きいじゃん、はい、前に比べたらね、はい、もうそういうような時代がだんだん来てますね。うん、はい、なんかムカつく立ち読みなのにさ偉そうに言ってる。はい、というわけで、はい、逆にもうどんどん僕がルールを作っていくことにしようかなって思いました。だそうです。欧米かよ。うまい。というわけでまた来週。ありがとうございました。本気だよ、まだね。じゃじゃんじゃじゃん、欧米かよだからね。あと15秒いっぱい。ああ、そっか。ちょっとごめんなさい。わざわざなくて。